こんにちは。碇のりこです、えー。今月はですね、ちょっと魅力的なイベントがやってきます。3月7日は、一流万倍日と虎の日のダブル最強開運日がやってきます。で、今月はね、ちょっと開運日が多いっていうか、開運日が多いよりも最強開運日が多い月なんですよ。で、えー、3月19日ね、 に、もう一回一粒万倍日と虎の日のダブル火炎日がやってきます。で、次の日は、ね、えー、春分の日っていう宇宙元旦がやってきて、そして、3月31日は、なんと、天社日と一粒万倍日と虎の日っていうね、三つ重なったトリプル最強火炎日がやってきます。ね、あのー、こういう最強火炎日の時に、 好きなことを決めるのにはすごくいい日なのでぜひね、えー、今から何かしようかなっていう方はあの準備しとくといいんじゃないかなと思いますであと私のね会員、えー、日カレンダーの使い方っていうのをずいぶん昔ねあの youtube で出してるんですよ。 どう,どういう意味で私は火炎日をね、こうやって発信してるのか、お伝えしてるのかっていう理由があって、えー、それをぜひね、皆さんに見ていただくのはちょっといいかなと思ってます。あの、不成事日とかね、えー、どういうふうに思ってるのかとか、よく質問があったので、えー、そういうカレンダー、火炎日カレンダーの使い方っていうのを見ていただくと、私がどう思ってるのかがわ、えー、かると思います。 ということでね、今日は3月7日の、えー、一流万場日と虎の日のダブル最強会員日の5つのポイントをお話ししていきたいと思います。で、1つ目が会員アクション。2つ目が特にやったらいいお掃除の場所。3つ目、神社参拝とかね、まあ行ったらいい方角をお伝えします。で、4つ目が、金、えー、アップにやったらいいこと。で、5つ目が、 このダブル最強管理にやったらいいことをお伝えしたいと思います。で、まあ、前回のね、手放しよろしくありがとうございました。コメントね、たくさん読ませていただきました。楽しくね。えー、ぜひね、みんなで叶えていきましょうということで、今日も楽しくやっていきます。で、えー、一流万倍日っていうのは、ね、えー、新しく何かを始めるとか、何かアクションを起こした時に、万倍に帰ってくるよっていう日なんですよ。 で、えー、一粒のもみが万倍になるよっていう意味があるんですよ。なので、この日に開業するとか、銀行口座を作るとか、まあお財布を使うとかね、えー、お財布を新しく買うとか、そういうのにもすごくいい日になりますし、虎の日はお財布を買ったりね、 お財布を使い始めたりだとか、まあ一流万倍日と重なったりするところもあるんですけれども、そういうのもすごくいいので、まあそういう計画がある方は、ぜひこの日に使ったらいいと思いますし、えー、アクションするといいと思います。で、私はもうこのね、一流万倍日と虎の日のダブル最強完備、すごく好きです。なんか買い物してもね、万倍にお金が返ってくる感じがして <laughs>、とっても好きなんですけれども、あの、 虎の日っていうのは特にね、えー、お金を使っても戻ってくるよっていう意味があります。うん。いいですよね。まあそれが一流万場日と重なるっていうことですごくいいなと思ってます。ということでね、まあ今回は超金運、開運日っていう感じになるんですけれども、みんながね、いつも大きなことするわけではないので、今日はみんなが楽しく過ごしたりね、今後のね、金運アップとか、 まあそういう運気アップのためにね、えー、やったらいいことをお伝えしたいと思います。で、え一、ー、つ目、カインアクションということで、まあこれも事前にね、スピリチュアルメッセージとしておろしたものをお伝えしていきたいと思ってます。で、キンアップしたい方は、えー、何をしたらいいかっていうと、この日は、えー、バスソルトを入れたお風呂にゆっくりと浸かるっていうのがすごく えー、いいアクションになります。ね、やっぱり疲る。しっかり浸かるっていうのもね、えー、自分にとってもいいことなので、ぜひやってみてください。で、食べたらいいものは、トマト関連のものっていうことで、まあ、トマトのパスタでもいいし、えー、トマトスープでもいいですから、トマトに関連するものっていうのが出てきました。で、強運アップしたい方は、月光浴をしてください。ね、えー、外に出てもいいし、 ね、ベランダで浴びてもいいし、雨だったらね、えー、ちょっとベランダの方に近づいた窓越しでいいですから、月光浴してください。で、えー、食べたらいいものは、ポテト、まあ、ジャガイモですね。えー、それを食べたらいいって言ってました。で、ラブアップしたい方は、えー、下着を買うっていうのがいいんですね。で、食べたらいいものは、ね、甘いもの。 っていうことでまあラブアップしたい方もね自分のあの外じゃなくて中からね綺麗にしていくっていうことで新しいものを身につけるっていうのはすごく一流万倍日にはいいのでぜひね、えー、購入してあの着てみるっていうのはつけてみるっていうのはいいと思います、うん、で全員に共通する運気アップする食べ物は何か何がいいかっていうとキャベツです、うん、まあ、こういう旬のね食べ物をしっかりと入れてね えー、運気を上げていくパワーアップしてください。で2つ目お掃除するといい場所っていうことで、まあ、これはねキンアップ掃除っていうことで、えー、もうすごく大事な場所は、まあ、トイレ掃除ですキン、まあ、アップするのにはね欠かせない場所って言われてますけれどもやっぱりねンアップっていうためだけじゃなくってねトイレ掃除するとすごいすっきりするんですよ。 もう本当に、ね、心が、ね、あのなんか気持ちよくなるっていうのかな本当にあのあやってよかったって思える場所なんですよね。ですからぜひ、ね、トイレをピカピカにしてみてください。そして3つ目、えー、神社に行って感謝するということで、まあ、あのやっぱり、ね、神社参拝って特にこういう大きな、ね、ちょっと最強甘日みたいな日はちょっと神社参拝っていうのすごくいいと思います。 なので3月7日に行ったらいい方角をお伝えするんですけれども、あの、これはね、被害で行ける距離だったりとか、まあ近いところのね、パワースポットや神社に使ってください。で、私はちょっとね、自分の気学の流派でね、お伝えさせていただきたいと思います。で、そうですね、こういうね、日の方位。 っていう日番っていうのは、ちょっとだけなんですよ。本当にポイント貯まるのって。ですから、ちょっとずつこうやってね、溜めてって、まあこういう火曜だとちょっと大きく溜まるかなって私は思うので、ぜひこういうところに行ってね、運のポイントを貯めていただきたいんですけれども、ぜひせっかくなのでね、えー、活用していただきたいなと思います。で、一泊彗星の方は、えー、東に行ったらいいです。地獄土星の方は、西か東北。 三、えー、匹木星の方は東か南、えー。白く木星の方は南か東北。五土星の方は北か西か東北。六白金星の方は北か西か南。えー、七赤金星の方は北か西か南。で、八白土星の方は北か東北。九四火星の方は北か東か西。 っていうことで、まあ、こういうところにね、行っていただくといいんですけれども、金運アップなら西、財運アップなら東北がおすすめです。で、まあ、こういうふうにね、この方角に、あの、そうですね、え、ャモ門天様が祀られてるところがあったらすごくいいですね。もちろん金運アップの神社でも OK です。ャモ門天様っていうのは、 虎の日とすごく関わりがある、あの、神様なので、えー、そこに行かれるのもすごくいいと思います。で、行きたい方角にね、えー、私が行きたい神社がないよっていう方は、方角持ってるご家族の方とか友達の方と行っていただくのもいいですし、あもうそういうとこ全然ないっていう方は、えー、自分の土地をお守りしてる神社だったり、あと、えー、そうですね、ご先祖様がいらっしゃる、ね、えー、若参りもすごくいいです。 ということで、まあそういったところにぜひ行っていただくのもいいですし、ちょっと行けないっていう方は、えー、私がね、えー、最近お伝えしてる遠隔参拝ね、えー、動画上げてるので、ぜひ見ていただくのもいいと思います。まあ結構いいことがね、もう起こってる方もいらっしゃるので、ぜひね、えー、見ていただくのもいいかなと思います。で、4つ目、えー、このね、日に金アップするといいことっていうことで、何をやったらいいか。 この日は、靴を磨くっていうことをやられるといいです。うん。靴っていうのは、海運につながっていく。すごく波動が高いものになります。うん。で、やっぱりね、地に足をつけてグランディングするっていうのにもすごくいいですし、やっぱり地に足をつけてね、しっかり歩くっていうためにも、靴はすごく重要なんですよ。なので、えー、ぜひ靴を磨くとか、靴を整えるとか、 で、いらない靴を捨てるとか、そういう靴に関連することをしっかりやられるといいですね。で、私、すごくいろんな方を、まあ、昔の仕事柄ね、見てきたんですよ。で、うまくいってる方の靴ってねやっぱり綺麗です、すごく。で、この人なんか、なんか、あるなっていう方だったり、なんかうまくいってないか,かなっていう方って、靴がすごく汚れてたりだとか、すごくね、あの、ボロボロだったりする方がいらっしゃったんですよ。 で、これすっごくもったいなくて、靴って本当にね、あの、綺麗なものっていうのかな、本当にあの、磨くとか綺麗にしてるっていうのはすごく大事な要素だと思います。で、高ければいいっていうわけでは実はないんですよ。で、私はすごく大事だなって思ってるのは、自分の足にしっかり合っていて履きやすい靴。 これがすごく大事かなと思います。やっぱりあの、合わないと履かなくなっちゃうっていうのが靴ですし、やっぱり靴ってすごく大事なので、履きやすさもすごく見ていただきたいなと思います。でね、いい靴。まあ、そういう自分に合った靴っていうのは、自分の人生にとってね、えー、いいこ、いいところに連れてってくれるっていう意味もあるんですよ。だから、えー、今回ね、靴を磨いたり、靴のお手入れをするっていうことをぜひ、 やってみてください。これはキンアップにつながってきます。ま、ほんはいろんな運につながっていくんですけれども、特にこの日にやったらいいかなって思います。そして、五つ目。えー、このね、最強、ダブル最強回避にやったらいいことっていうことで、えー、やってほしいワークがあります。それは、寝る前に自分のことを3つ褒めて寝てください。うん。これすごく大事なんですよ。 あの私昔ねあるまあそうですねビジネスの世界で成功されたっていう方にお会いした時にその方のお話の中でね、えー、最初うまくいかなかったと全然うまくいかなかったんだけれどもなぜうまくいくようになったかっていう話があったんですよでその時に自分のことを毎日褒めて寝るようにしたんだって話だったんですね毎日ねあの毎日ね 自分のことを褒めて寝るようになったら、どん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 自分のね、えー、業績っていうのかな、そういうのがどんどん良くなってって、えー、成功したっていう方がいらっしゃったんですよ。で、それ聞いて私、あ、なるほどなって思ったんですよね。で、私も自分のことを褒めるように、えー、褒めて寝るようにしたりね、えー、してました。ぜひ、この、えー、ダブル最強員日には、自分のことを、 三つ褒めて寝てください。うん、これすごくね、毎日やってほしいんですけどね、うん。今回のテーマです。で、まあそういうことをやって、まあこういう神はやっぱり自分の心地よさを大事にしてください。自分を大切にする。ね、自分を心地よくさせる。ね、えー、自分のね、えー、思ってることを叶えてあげるっていうこともすごく大事ですから、そういうことを大切にすることも、えー、開運につながっていきます。 うん。カイアクションなんですよ。これもね。ぜひね、自分の心に聞いて今日何したいかなっていうことも聞いてあげるのもいいと思います。だから、一つでもできたら OK ですし、できなくても充電日として OK だと思ってください。うん。ね、できなかったら、ああ、ゆっくり今日は休めっていうことなんだなって思っていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。うん、休む日があってもいいんですよ。ね。ですから、まあそうやって楽しんで過ごして、 えー、運をいっぱい貯めていきましょう。ということで、まとめに入ります。一つ目、えー、勧アクションをお伝えしました。二つ目、特にやったらいいお掃除っていうことで、トイレ掃除をお伝えしました。三つ目、神社参拝、そして行ったらいい方角をお伝えしました。四つ目、金アップにやったらいいことっていうことで、靴を磨くということをお伝えしました。五つ目、ダブル最強管理にやったらいいことっていうことで、 寝寝るる前に自分のことを3つ褒めて寝るっていうことをお伝えしました。ということで、えー、最後にねまたいつもコメントありがとうございます。ぜひねまた今日もこのコメント欄にね、えー、書いていただきたいなと思います。まあ自分を褒める3つのことぜひ書いていただきたいなと思います。そしてこの日にすることだったりとか開運アクションすることとかねぜひいろんなこと書いていただきたいなと思います。 ここのコメント欄はものすごく波動が高いのでね、えー、そのみんなの波動が高まったね、えー、集合意識が集まってるので、えー、どんどん叶う場所として、えー、皆さんの願いを叶え、あの、書いていただくのは嬉しいなと思ってます。で、初めての方もいらっしゃるのでお伝えしておくんですけれども、あの、私はみんなの読んでっていいねつ,つけていきます。で、いいねがつ,ついてなくても残念に思わないでください。 ただ、押せてなかっただけです。みんなのことを押してますから、安心して、えー、コメントに書いていただけたらいいなと思ってます。うん。ということで、みんなで、ね、えー、叶ったことを書いてくれてもいいですから、そういう電線をね、えー、高い波動の電線をどんどん起こしていって、みんなで願いを叶えていきましょう。それでは、みんなで最高のハッピーを手に入れようね。じゃあね。